17日まで行われたフィギュアスケートの世界国別対抗戦に出場していた、ジェイソン・ブラウンが、自身のツイッターを更新。羽生結弦と共に、ノリノリで踊る映像を公開した。海外ファンからは、これ大好き、などと反響が集まっていたが、朝から笑ってます。映像のフルバージョンはないの？とコメントはさらに増えている。息の合った即興ダンスショーが突如幕を開けた。並び立った羽生とブラウン。場内にアップテンポの音楽が流れている。すると、自然に体が反応したかのように、羽生がリズムに合わせて踊り出した。一見お茶目なダンスだが、節々にさすがのキレを感じさせる。隣にいたブラウンも、すぐさま腕を回して踊り出した。最後は首や肩の動きをシンクロさせている。二人ともノリノリだ。国別対抗戦での一幕、ブラウンは約7秒間の動画を、オリンピックシーズンに向けて、チームクリケット再開ダンス、と日本語で文面に綴って公開、共にクリケットクラブを、練習の拠点としていた二人の時間を楽しんだようだ。仲の良さが垣間見える映像に、海外ファンからは、二人とも可愛い、これ大好き、などと、コメントが寄せられていたが、反響はさらに拡大。可愛すぎて面白い。いいチームだ。本当に愛らしい。良質なコンテンツを共有してくれた。この映像のフルバージョンはないの？朝からこれで笑っています。ジェイソンとユズのおかげで1週間過ごせそう。とファンを虜にしているようです。国別対抗戦楽しかったです。チーム USA は日本が大好き。大阪も大好き。Oh and well. ありがとうございました。みなさん、健康に。気をつけてくださいね。また会いましょう。